隆起です。お願いします。こんばんは。ピンズの福田隆起です。今までここでコールとか、まあ、雑談っていうぐらいの話を尻滅裂にしてきたんですけど、今日はちょっと現代っ子っぽくスマホにスピーチ書いてきたんで、少しの時間をつけてスピーチさせてください。お願いします。正直に言います。自分は今悔しくてたまりません。なぜこんなにもある意味ではっきりとした政権の支持率がこんなにあるのかということに不思議に思います。はっきり言うと、今日この国会前講義を終わらせていいのかっていうのも少し疑問に思ってます。ただ今できることは、自分の思いをこうやってスピーチとして声にして届くかは分からないけど、議員の方とかいろんな人に伝えていくことです。まずここに来てるメディアとか、これをいつか動画で見たりするメディアに言いたいんですけど、今メディアはビビってる時ではないと思います。政権の広告塔のままでいいんですか。報道はいつ何時も権力に対し厳しい目で見ていかなきゃいけないと思います。政府の言う中立性なんて、それは中立ではない。中立云々の話ではなく、メディアの思う感じる真実を報道してほしいです。そして市民は、今ここにいるように、市民はまだメディアに期待してます。この参院選残り1ヶ月しかないけど、気合い入れてほしい。メディアの萎縮なんて絶対あってはならない。そして安倍さんに言いたいです。ポスターにこの道を力強く前へとか、国民のための政治をって書いたりしてますが、次の参院選挙争点は間違いなく憲法改正か否かです。そしてそれは現政権か、安倍さんの下で憲法改正をするかどうかなんです。あなたはそれこそ誰でも分かるような明確な憲法違反を犯しました。それなのに次は自分の任期中に憲法改正をすると、筋違いじゃないですか。今までのあなたの答弁や考え方を市民は決して忘れてないです。そしてもっと根本的な話をします。ここ日本は民主主義国家です。そして三権分立というものもあります。あなたは自分が立法府の長だという発言をしました。で、2007年の委員会でも同じような発言をしてるんで、多分間違いじゃないみたいですね。で、行政府の人が立法府の長になってしまうと、国会ってものが必要じゃなくなってしまうんです。で、国会はいらないかって言ったら、そんなわけないんです。国会は行政府が、つまりあなたがちゃんと国民の意見を反映しているか、国民の代表として機能しているかを監視するところであり、そのために国会議員は法案を国会に提出してちゃんと審議をしないといけないんです。でもそれを行政府の人が立法府も担うとどうなるか、権力者の思いのままですよね。だって提出した法案をそのまますぐ成立できることができるんです。権力は監視し続けないと腐敗します。必ず暴走します。歯止めが全く効かなくなります。国民の代表でも何でもなくなるんです。そういうことを軽々しく言ってしまうことは、安倍さん絶対に許してはいけません。絶対に俺たちは許しません。そしてこの話、どこからつながるところがあると思います。緊急事態情報です。なんかもうすでに安倍ワールドみたいな気分になってると思うんですけど、今は憲法、改憲草案は草案のままであり、今は現行憲法が憲法なんです。今は間違いなく現行憲法を守らなければいけない。つまり安保法制なんて違憲法制はあってはいけない。しかもそれを議事録を書き換えて法が可決しちゃったって書いちゃう、それじゃ審議の意味ないじゃないですか。あなたが言っていた、自慢のように言っていた100時間以上も審議したっていう審議は、議事録を書き換えたことにより無効化してしまうんです。しかも最近立法府の長っていう発言も議事録から消しましたよね。安倍さん、
政治はあなたのものではない。あなたは憲法の上にいるわけではない。そんな中、参院選の争点を消費税とかアベノミクスとかにして争点をごまかしています。なぜかって、現政権下では 現政権下での改憲は圧倒的不利だからです。けど思い出してください。第2次安倍政権の発足時、選挙前は何て言ってましたか。アベノミクスって言ってましたよね。それで何をしたか。何ページもある公約の中で、最後の方のたった1行2行の八方性を前面に押し出して、しかも違憲なのに、しかも国民の声も無視して強行した。ほぼ同じ手ですよ。消費税のアベノミクスだって言って争点をごまかし、3分の2の議席を取ったら何をするか、市民はちゃんと分かってますよ。そしてメディアもこれを正確に市民に訴えてほしいです。今の安倍さんのやり方は政治家として正しいことなのか。口先だけでは政治家は務まりません。改憲したいなら堂々と再選の争点を改憲に持っていってください。さっきも言ったけど、安倍さん、憲法はあなたのものではありません。憲法はあなたの暴走を止めるためにあるんです。立憲主義って難しいけど、一国の首相が立憲主義の触りの部分も知らないでどうするんですか。立憲主義も民主主義も少しも知らないで首相が務まるんですか。自分たちはここに立って、そしてみんなもここに立って訴えています。逃げてないで堂々と勝負すればいいんじゃないですか。市民はちゃんと見てますよ。そしてここにいる市民も、今ここに来れない市民も、一人一人が力があります。一人一人には力があって、今こんな政治が行われている中でも諦めることはありません。市民の、そして市民による、そして市民のための政治をこの参院選から作り上げていく。自分たちが今こそ民主主義を問う、立憲主義を問う安倍さんに、政治が何かっていうのを教えるんです。そして八方性はなぜ止まらなかったかっていうのがあります。それは安倍政権のやってはいけない強行があったからです。しかし1ヶ月後の参院選にそんな卑怯な強行はありません。自分たちの票という一生時によって確実に止められると思います。それには市民全員が真実を知って、市民全員が一人一人考えて、そして市民全員が投票に行かなきゃいけない。それのアプローチをこれから1ヶ月自分たちが全力でしていきましょう。この講義は今日、参院選1ヶ月前に確かに終わります。しかしそれと同時に参院選の本勝負がこれから始まります。安倍さん、市民もあなたに負けてばっかいられないんですよ。政治はあなたのものではなくて、市民自分たちのものなんです。それが問われている選挙です。自分たちは全力でいきます。安倍さんも逃げずに真っ向から戦ってみてください。現行憲法の97条を全部なくしちゃうような改憲相談はあってはならない。しかもそれを参院選の前は隠して、参院選後にまたどんどん言ってなかったのを押し出してくるなんて絶対ありえない。安倍さん、もう一回言います。政治は自分たちのものです。あなたのものではありません。再選までここができることを全力で頑張っていきましょう。Don't give up the fight! Don't 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 give up the fight!アメはやめろ。
僕には選挙権がありません。7月10日選挙、僕は一票という自分の力をまだ投票という形で表せません。でもあなたたちには選挙権があります。選挙に行ってください。そして自民党歴史的大敗ってニュースを見せてください。市民の選挙にしてください。自分は選挙権ないなりに自分にできることを全力でやります。それが普段の努力だと思うからです。民主主義ってなんだ。お疲れ様でした。お疲れ様。メンバーがプラカード集めてるのでいつも通りとお願いします。あとカンパも集めてるのでよかったらこれからも真珠ソウル自分たちできることやろうと思ってるのでよければお願いします。